クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロートジャパン。日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、株式会社リンクは麹町にあるオフィス、不動産関係のことならお任せ。クリスタルプロデュースの企画 C3、 手作りから潜在意識の開花まで、ここにしかないクラスやイベント開催中。ペットのお仕事で活躍したい人のためのビジネスコミュニケーション講座も人気です。子犬の保育園、ドッグイベント開催のドッグライフスペシャリスト育成スクールを運営するゴーゴーワンズ。クリスタルでは番組で情報を届けてくれるコンシェルジュさんを大募集。あなたもコンシェルジュとして番組でご一緒しませんか？クリスタル、キラキラな夜はまだまだ続きます。詳細お問い合わせはキリンホームページまたは Facebook のクリスタルレインボークラブページをご覧ください。では今週、違いますね、ハートフル入ります。はい、クリスタルハートフル隊の3号、桃色ヨウト隊長、ニャーナイリカが第2、第4月曜日にちょっと変わったお話をお届けしています。この模様が YouTube でもアップ中です。クリスタルレインボークラブで検索検索。本日ニャーナエリカがお届けするお話は、どうもハートフル隊のニャーナエリカです。最近私の頭の中は妄想でウキウキ。そうそう、私の住むニャーニャー島には変わった猫がたくさん住んでて、ここから妄想。街中でちょっとハンサムなダンディーな方がいたんですが、その方ととあるお店の角をすれ違うとき、まさかの肩と肩と触れ合って、よろけたニャーナにまさかの壁ドン。ニャーナの心拍数は急激に上がって爆発寸前。もう頭の中パラダイス。そんな日々が幸せな瞬間です。次はどんな展開かな、次回もお楽しみに。ハートフル隊隊長のニャーナエリカでした。続いては桃色用のお話です。桃色名シーン劇場第2弾、フランダースの犬。アントワープ大聖堂ルーベンスの絵の前にて、パトラッシュ、ここを探してきてくれたんだね。分かったよ、お前はいつまでも僕と一緒だってそう言ってるんだね。ありがとうパトラッシュ。僕は見たんだよ、一番見たかったルーベンスの2枚の絵を。だから僕は今すごく幸せなんだパトラッシュ。疲れたよ、僕も疲れたんだ、なんだかとても眠いんだパトラッシュ。桃色のフランダースの犬、どうだったかな。次回もお楽しみに。ハートフル隊3号、桃色ようでした。私ね、うん、気に入ってるよ。あ、そう。外では長いって言ってるけどな。多分いいかもよ。言えないかい。いいよね。よくなってきて。この後なんですけど。